ージアンバサダーの小西です。又吉です。さて今回ご紹介する品目は京丹後梨です。京丹後梨というとお魚のイメージがあるかもしれませんが、今私たちが来ている久美浜網の地域では昔から果物の栽培が盛んだったそうです。今から約130年前の明治29年頃には桃が栽培されていて、その後は鳥取から梨が導入されたそうです。そして今ではイチゴ、ブドウ、メロン、スイカ、たくさんの品目が作られています。大正2年に丹後に20世紀系の梨が導入された際は、黒斑病という早く期果実に黒い斑点を作り株を弱らせてしまった病気に悩まされ、残念ながら栽培が進まなかったそうです。その後病気を抑える技術の進歩により昭和5年頃からどんどんと梨の栽培が進み、今では丹後を代表とする特産物にまで発展しました。今日のブランド産品である京丹後梨は20世紀系の品種で、見た目、大きさ、糖度15度以上という条件をクリアしたものがブランドとして出回ります。現在は茶色い見た目で甘みが強く柔らかい赤梨が多く出回っていますが、京丹後梨は緑がかった皮で甘みと酸味のバランスが良く歯ごたえのある青梨です。青梨の持つシャリシャリとした食感と爽やかな甘みが楽しめます。これから古城や選果場の様子や生産者へのインタビューをお届けします。ぜひ最後までご覧ください。選果場の様子について私の方にお話を伺っていただきます。よろしくお願いします。はい、お願いします。選果場の様子について教えてください。はい、機械の音が不足金で、近くに行くか、ちょっと遥か、遥かでお願いしましょうか。音じゃないので、近くにお声張っていきましょう、声張って。こんな感じになる。こんな感じ、もっとうるさいです。追加場の工程について教えてください。はい。JA 京都の中島と言います。ここは平成9年に立ちました。3億4000万ほどでこの機械建物全部建ったんですけど、主に後ろにある国営農地、国営開発農地が丹後にはこういった団地が53ほどあるんです。その中でも一番久美浜と網野については梨の産地でありますということで、この選果場が平成9年に、あるさせてもらいました。で、中でずっと工程、説明させてもらおうと思うんですけど、これついてきてもらってずっと順番に説明させてもらうといいんですね。で、今これ袋にかぶっています。で、ここの工程としましては、この袋を破って中を取り出して、このエボを切って、で、選別をして、大きさ別に分けて、箱詰めて出荷するようなことであります。で、これが、糖度を見るんですけど、これやっぱり切らないと糖度は分からないです。で、普通だったら、包丁、まな板と包丁で、を切って、こういった糖度計で見るんですけど、で切ったらこの商品価値はないですので、これを機械が内部認識センサーというのがありまして、糖度や水か、内部認識をして、その中が腐っているとかね、そういったものが分かる機械が非破壊であるということでありまして、こうやって切らなくても中が分かる機械がありますので、順番にちょっと回っていきたいと思います。はい、2人がいいものと普通のもの、悪いものと選別を、で周囲の量キックセンサーというものです。中がここを通過することによって糖度が何度がいいですよ、悪いですよというものは、この機械を通れば分かるということであります。あとは重量選別で、さっきの糖度を記憶して、一番いいのはこっちですよ、悪いのはこっちですよ、普通のはこっちですよ、みたいに分かれるですし、それとの重量で、あとは大きいのから小さいのまで。獣除けですね、獣除け。あ、はい。
ここ電気が来るんですけど、クマなんかも来るんで、ここでバチンとなって、クマが来るんです。京都京丹後梨生産部会の畑中会長にお話を伺ってまいります。畑中様よろしくお願いいたします。はい、お願いします。まずはじめに、畑中様が農業を始められたのはいつですか？また栽培することになったきっかけを教えてください。はい、農家の梨のグループの代表してます畑中と言います。私実は農家の9代目です。9代目。それで今親父8代目と9代目で、梨作りをしてるんですけど、実は、今生産者代表してますけど、実は農業を始めたのはもうこの春なんですよ。それまで、JA で30年働いてて、そこずっと私がしてて、はい、中島あと頼むって言うて、はいはい、それまあずっと JA の技術員もしてたんですし、学校でもずっと農業、いずれはって思ってたんですけど、たまたまそのタイミングが、もう両親もちょっと高齢になりましたんで、切り替わったっていうところですね。はい、はい。1年を通じての栽培の流れを教えてください。はい。梨の1年の流れというと、まあ今は収穫中なんですが、収穫終わってからのお話をさせていただきます。これ収穫終わりました。梨が子供作りをして、体力使ったんで、まずは、ありがとうの思いを込めて、お礼声っていう専門用語なんですけど、樹勢を、木の体力を回復する肥料をやったりします。冬になるとまた今度は元声って言って、元になる声、肥料を施したりします。冬になりますと、樹液っていう木の中に、通ってる、まあ、人間でいう血液みたいなのが止まりますので、そこで枝の整理をします。こういうピョンと伸びた栄養しか取らんようなのを切ったりですとか、日当たりよくしたりですとか、作業がよくできるようにちょっと枝ぶりを整えたりだとかします。それで枝が動かないようにくくったりもして、そして春になりますと、一箇所に花ってね、鉢も十もつくんですよ。その中から、まず花が咲きます。それと梨っていうのは自分の花粉で実を結ばないんですよ。相性のいいお父さんの花粉がいるんですよ。それを人間がつける、まあ、手前でしょ手前にいます。そのついたやつが、まあ、先8人兄弟だったら一番かわいい子を一つ残すと、赤梨はあまりしないんですけど、この20世紀なんかは特にデリケートなので、まずは4月にちっちゃい袋をかけます。これにちっちゃい袋をかけて、6月にはまたこの大きい袋をかけます。2回衣替えをして大事に育てます。この袋をかけるのは意味がありまして、虫がに予防になりますし、病気の予防にもなりますし、さらに別品さんに仕上がるんですよ。はい、まあ、そこまでしたら割と、まあ、それ もう全て手作業なんです。それが終わったら、あとはもう水管理ですとか草刈りですとかをして、まあ、収穫までですけど、今年なんかはもう本当に猛暑を異常な天気でしたので、もうずっと水やりとか、そんなんで苦労した年でしたね。まあ、今年は特に雨が少なかったんで、濃縮されてちょっと甘くは仕上がったかなとは思ってますけど、はい、みずみずしかったかどうかは分かんないですまあそんなところですかね。ちょっとざっと1年の流れです。ありがとうございます。この紙の材質何ですか？油が入ってるんですか？パラフィン紙とか、はい、そうです。油は入ってないですね。はい、まあ、この触ってもらったら、防水になったりしてるんですね。そうですね、防水にもなりますし、クッとかけてクッと結ぶんですか？ここにこの針金がついてますんで、だいたい十文字掛けって言ってするんですよ。ここに梨をここで挟む、キュッキュッキュッで、ここで寄せたのをこうですね。それも全部手作業、これみんなそう、もうこんなんが機械で全然できないんで、私の苦手な作業でずっとこうしてて、すごい大変です。
女性の方の方が得意です、こういうこと。一日に何個ぐらい袋かけるんですか？この木に大体 500袋ぐらいかけるんですけど、それがどうですかね、まあ、あの家族でして 5本や5本かけ食べたらいいぐらいですかね。500ぐらいかけますね。他の産地だったら600ぐらいかけるんですけど、丹後の方が特にあの割と少なめにかけて、まあ、より葉っぱの量が、実に対して葉っぱの量がたくさんいくようになってます。あのこの木ね、実は今日は秋月っていう品種って言ったでしょ。昔豊かな水の放水だったんですよ。それで、はい、同じですか？同じなんですか？農業の技があって、接ぎ木っていう技があるんですよ。例えばスイカなら根っこからの病気が弱いんで、かんぴょうの根っこ借りたりとか。なのでこれは30年前には放水でした。根っこはここら辺に合う、豆なしっていう、また根っこも違うんですよ。根っこはもうここら辺のそっちに合うやつ、胴体は、放水。それからここ、これ見てもらったら、ここら辺からなんかここ繋いだ後なんですけど、高継ぎって言って、秋月っていう最近の品種をついでるんです。それはなぜかというと、20世紀と豊水ってめっちゃ収穫期が重なってやっぱり大変なんですよ。それで、20世紀は終わってからこれ収穫しようかなぐらいの時期のに切り替えた、あとまた美味しい品種に切り替えたっていうことです。ちなみにこの秋月っていうのは、皆さん梨の品種ってご存知かどうか分かんないですけど、ニータカって分かります？豊水、これが結婚しまして、その子供に、幸せな水香水っていうのをかけたのがこの子なんですよ。はい、人気の品種です。品種によって病気に強いとかあります？はい、どの品種が一番病気に強いとか美味しいとかありますか？強いっていうのは、まあ、特に久美浜町で作ってる20世紀のゴールド20世紀っていうのは、20世紀ってめちゃめちゃ病気に弱いかったのを品種改良、鳥取県で改良したのがでゴールド20世紀っていう品種で、国販病っていうのに強い品種になっています。特に久美浜町はそうです。お隣の阿美野町ではまだそれができるまでに梨を植えたんで、オサ20世紀っていう、20世紀の中でも何か種類がありまして、オサ20世紀っていうのはさっき言ってた手間のかかる花粉付けをしなくても自分の花粉で実を結ぶっていうことが得意な品種で、まあ、それぞれ特徴がある。はい、ありがとうございます。栽培で苦労していることは何ですか？先ほども申し上げたんですけど、やっぱり一つ一つ手作業、もう細かい作業なんで、それが一番、時間と手間がかかるのが一番苦労してくるっていうところですか。栽培のこだわりを教えてください。はい、パッと入って30年前にこれ山を削ってこういう畑にしてるんですけど、わざと傾斜がついてるんですよ。これ水はけが良くするためです。ちょっとあと見えないんですけど、暗渠排水っていってパイプが入ってて、それも水はけが良くしてて、その傾斜で水はけもいいですし、そのパイプで水抜くんで、やっぱ、水持ちのいい畑で作ると水っぽい梨になるので、まずそれを防いでます。あと先ほども言ったんですけど、他の産地ではたくさん袋をかけるんですけど、ここはもう玉数を制限して、できるだけ一つの実に対して葉っぱが良くなって、よくより美味しくより大きくなるように工夫をしてるっていうところですかね。京丹後市の環境が京丹後梨の生産に向いている理由は何ですか？はい、やっぱり私が思うのには、まあ、海沼もすぐそこなんですし、その海のミネラルも飛んでくるんですし、あとこういう傾斜で、太陽もいっぱい、そういう環境、それから、まあ、丹後で梨作りがブームがなったのが、昭和の初めなんです。それで私もひいおじいちゃんの頃から梨屋で100年ぐらいもう果物作り続けてるんですけど、まあ、その時にまあ植えてそのままずっと続いてるということは、やっぱそれもそもここの環境が良かったかなと。土壌も良かった。土壌や環境が適してたんで、ずっとつながってるのもあって。京丹後梨を生産する上でのやりがいを教えてください。やりがいですか？まあ、はい、皆さんに美味しいって言ってもらうのが一番やりがいになります。海外の方々にもなんか輸出してるってお伺いしたんですけど、
今日が26日中秋の名月ですね。はい、結構 その中華圏の方って、先ほど中島主任が台湾とかって言ってましたね、中華圏でねそういう昔からの風習がまだ根強くて、中秋節っていうお祭りに日本の梨がすごい喜んでもらう、月さんにまあ、そのお祭りは家族でだんだんで丸いテーブルで丸いお皿で丸い果物丸いおまんじゅうを食べるっていう 風習があって、そこに日本の高い梨ですよっていうのが喜んでもらってて、今年はめっちゃ出したな、今年5500ケースぐらい出してるんちゃう、はい、5500ケースぐらい出して、台湾、香港ちょっと今情勢が悪いんでちょっと注文がないかもわかんないですけど、ここはベトナムって書いてあったんで、ベトナムはクリスマスとかちょっと春節とかそんな目がついて、台湾の春節にまた遅い梨を行ったりします。日本と海外の方々にも愛されている品種ですね。特に難しいんです、台湾って検査が、日本にいる虫を自国に入れないっていう検査が一番アジアでは厳しいんで、まあそういうところをめがけてそういう対応ができる産地として私は対応しています、はい、じゃあ次に京丹後梨の特徴は何ですか。京丹後梨、まあここの選果で来るのは全て京丹後梨っていう名前にはなるんです。特にここのシール貼ってるブランドのが、20世紀梨が、ブランドの京丹後梨ってなるんですけど、まあ、この時期こんだけ色が持ってるすご、今年特に暑かったので早く、ね、仕上がってるんで、まあ、特に20世紀って9月いっぱい楽しんでもらえるんですけど、青い梨は割と歯ごたえがありますし酸味もあるんで、そんなシャキシャキ感が お好きな方はその初めに早いうちに食べてもらったんですし、この時期ちょっと選果場ちょっと黄色いなと思われてるかもわからないですけど、あんなになったらもう木で熟してもう酸味も抜けて甘くなってるんで、そういうお好みの方は甘いの好きなのをちょっとより9月下旬とかに食べてもらったらそんなんで、長いこと味が楽しんでもらえるのが特徴かなと思ってます。はい、ありがとうございます、はい、じゃあ他にどんな品種を秋月以外に、栽培されていますか。丹後ではこれが7割20世紀梨なんです。それまでに言うてた幸せの水の香水っていうのは8お盆に出ります。9月になったらこいつが来ます。秋月は今ちょうど9月下旬にちょうど美味しくなります。10月の10日ぐらいになると信仰っていう新しく起こす信仰宗教みたいな感じで書くんですけど、それが単語であと2番目に多く作ってて、だいたい2割はそう。あともっと遅い品種があって、王様の秋の王州、アタゴ、万三吉、新雪、こんなところですかね。それはもう春まで日持ちするような梨です。すごいですね。じゃあ外国はそうですね、もう顔ぐらいある、ね、顔ぐらい。じゃあ害虫や病気の発生はありますか。もしあればどのような対策をしておりますか。はい、まず一番袋をかけるっていうのが一番のですし、あとは必要最低限、まあ、農薬なんかの散布もしなければなりません。あと豆にこれ草が刈ってあるでしょ、はい、草刈りなんかもすると草はやっぱり害虫の住処になりますので、ここは、すごい機械があってルンバみたいな草刈り機があって、カラスよけなどありますか。あ、カラスよけですか、はい、カラスがねたくさん来るんですよ。それでカー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 なんか鳴ってたでしょ、はい、あれがカラスより強い鳥の声、猛禽類とかの声で、ここ怖い鳥がおるかなっていうのと、あとはカラスが助けてみたいな声のとか怖いような声がありますし、ここはもっと変わったことしててディスコみたいになってません、ね、これ今試験中なんですけど、こんな光でカラス除けができないかなっていう。あと上ぐるぐる回ってるのは空に向かってまたこのレーザー光を発してカラスが来ないようにできたらなっていう試験中ですね今。こんなんは、まあ、獣がこんなんで怖いかどうかは分かんないんですけど、うんうん、今試験中です。イノシシとかサルとか鹿はないですか。サルは少ないんですけど、鹿が入ってきたらもう、頭が届くとかガブッとかれてしまう。クマは1日1本の1本や2本食べるって、まあ、ありがとう言わんと帰ってきますね。
まあそんなんでちょっとまあカラスは、あと私ら釣り糸のこと手ぐすって言うんですけど、そんなんをずっと張り巡らされせて、あんまカラスには見えないけどなんか引っかかったっていうのが一番怖いんで、そんなんで予防をしています。カラス予防だいぶ食べられますけどね。はい、収穫方法を教えてください。はい、この後収穫してもらうと思うんですけど、皆さん梨狩りとかってされたことありますか？あ、ないですか？結構ね、梨ってずっと見えますかね、ここ結構ぶら下がってるのは強いんですよ。ぶら下がってるの強いんですけど、手を添えて上に持ち上げたら簡単に取れるんで見てってくださいね。持ち上げて ひっくり返す感じ。もっぺんですか。どこが見やすいですか。あ、これ行きましょうか。あ、ぶら下がってるのは強いんですよね、はい、今までずっとぶら下がってたんで。ただこの手を添えてこうギューッと引っ張らんでもいいですよ。もうただひっくり返して上に上げるだけ。はい、はい、はい、手で揉むんですね。なんかこうハサミで切ったりとか。ハサミでなんかもう掴まないです。はい、もう手で揉む。手で持ち上げて、ただ持ち上げるだけじゃなくて、ちょっとひねるぐらいの、ちょっと上に持ってひっくり返すような感じですかね。イメージで言うと。そんなんで取ってみてください。はい、はい、はい。じゃあ最後にあの梨の美味しい見分け方とかなんかありますか？美味しい見分け方ですか？はい、すいません、スーパーで買うときとか。はい、まず3点ぐらいあると思うので、軸がしっかり太いのがやっぱ栄養しっかりいってるなっていう。あとはまあこれは取れたてなんで当たり前なんですが、肌の張りですよね。肌の張りがいいのがシャキッとしてますので、あと持ったら重量がずっしりしてるっていう。まあそんなとこかなと思います。取れました。収穫体験いかがでしたか？あ、そうですね。ハサミとか使うもんやと思ってたので、手で簡単にあんまり力入れずにできるのはすごい。でも上に持ち上げたりするので大変だなって思って。